いやー、最近気温も下がってきたし、そろそろ秋冬用のインナー本格的に考えないとな。着心地も良くて、重ね着した時にチラ見えしないような、そんな優秀な秋冬用のインナー、何かいいものないかなと思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋冬最強インナーはこれに決定というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、僕自身インナー T シャツは1年を通して着ているわけなんですが、春夏であったら半袖のイン T、 これがですね3枚ぐらいあれば十分かなと思ってまして、僕もですね今イン T このように内側に着ています。これがですねめちゃくちゃ便利で、イン T を1枚ですね T シャツの下に忍び込ませるだけで、汗が直接 T シャツにも染み込まないし、乳首が透けることもないし、それでいて T シャツの脇からですねイン T が見えるということが全くないので、めちゃくちゃ重宝してるんですね。ですのでガチの愛用者として数年インティーを使い続けているわけなんですが、これが秋冬になるとさすがにですね半袖のインティーじゃ肌寒くなってくるわけなんですね。そこで去年の冬ですね、長袖のインティーってないのかなと検索したらなかったんですね。ですので SNS で長袖バージョンのインティーがあったらいいのにな、軍勢さんぜひ作ってくださいとですねほぼ冗談で投稿したらですね、なんと軍勢さんからご連絡が来まして、それじゃあ長袖のインティーを作りましょうということで、実際にですね一緒に長袖バージョンのインティーを作ることになったんですね。まさかの展開だったんですが、個人的にもインティーのガチの愛用者で長袖バージョンを待望してたので、すごく嬉しいお話だったんですが、何度も試作を重ねながらようやくですね長袖のインティー、実は長袖と言いながらも一つ僕の中でもこだわりのポイントがあるので、そのあたりもしっかりと後ほど解説したいなと思うんですが、秋冬バージョンのインティーが完成しましたので、まあ、こちらをですね今回は皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。今回は PR の動画になってるんですが、僕は自分自身が実際に使っているものしか PR はお受けしないんですね。これまでもインティーに関しては PR なしで、ただただ個人的に動画をですねアップし続けてきたんですが、今回は共同で開発をしたので、まあ、こちらをですね自信を持って皆さんに解説をしたいなと思ってますので、まあ、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね秋冬バージョンのインティーを着てみましたが、いかがでしょうか。久々にですね皆さんの前でインティー1枚姿になるので、ちょっと気恥ずかしさがあるものの、これ1枚で外に出るわけではないですし、あくまで重ね着の一部として使うので、その点で言うとまさに完璧な設計になっているかなと思います。今回の秋冬バージョンのインティーの特徴をですね整理をしてお�伝えしたいなと思ってるんですが、まず1点目、今回一番こだわったのがこの袖の長さなんですね。春夏バージョンの短い袖丈のインティーはもちろんあるんですが、それだと秋冬はどうしても寒いんですね。そこで今回はロング丈のインティーが開発されたわけなんですが、通常の長袖ではなくて、こちらは 8.5 分丈になってるんですね。ここは僕なりのこだわりがあって、一番最初に SNS で投稿した時にも 8.5 分袖のインティーが欲しいという風にですね僕は投稿してるんですね。これなぜかというと、長袖だと結構袖部分がもたつくんですね。ですので上に T シャツだとかニットシャツを重ね着する時にもちょっと邪魔になりますし、あとはですね今あえてバングルだとか時計みたいな小物をしてるんですが、こういったものをしてる場合にも 8.5 分丈の方がちょうど手前でですね止まるのでもたつかないんですね。ですので個人的にはこの 8.5 分袖という長さが本当に絶妙で、いろんな方にですね愛用していただけるポイントなのかなと思っています。で実際にですね僕は半袖のインティーを日頃から着てるわけなんですが、まあ、長袖でこの肘の部分が隠れるだけで体感的にはかなり暖かく感じますね。しかも割とこうフィット感があって体に馴染むので、このあたりも含めてよりですね体感温度としては暖かく感じるのかなと思っています。そして2つ目のポイントとしては肌触りの良さですね。これはものすごく実感している部分なんですけども、春夏のインティーに比べると秋冬バージョンは生地にとろみ感があって着た感じがすごくソフトなんですね。この質感は結構癖になると思います。生地にもちゃんとストレッチも効いているので動きやすいですし、肌にフィットする感じもすごく気持ちいいので、これは一日中着てるインナーとしては
非常に快適なポイントかなと思います。そしてデザイン面ですね。インティといったらこのですね、襟元のボートネック状のデザインというところが、まあ、最大のポイントかなと思っています。まあ、春夏バージョンだとより顕著なんですが、 T シャツの下に着るインナー T シャツということで、この襟元をボートネック状にすることで上に T シャツを重ねてもこのですね、首の付け根の部分からインナー T シャツがちら見えするということを防ぐことができるんですね。これが本当にありがたいんですね。どうしてもインナー T シャツが見えてしまうと素敵に見えづらいので、なるべく存在感を消した方がインナーはいいかなと思っていて、その点ですね、このボートネックというのは非常にありがたい点かなと思います。ちなみに存在感を消すという意味では、今着ているベージュですね、これがまさに最強で肌と馴染むので、この上にホワイトだとかちょっと明るい系のですねトップスを着た時にも透けないんですね。この点がすごくありがたいのがベージュかなと思います。もう一色ブラックもあるんですけども、上に重ねるものの色が濃い色の場合はですね、ブラックでも十分にですね役割を果たしてくれるかなと思うので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ちなみに秋冬だとあんまり T シャツ着ないから、そんなにボートネックって意味があるのと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、実は結構これがありがたいポイントなんですね。この後ですね、実際にこの上にですねロンティーですとかニットシャツを着ながら、まあ、どのような形でインティーが収まるのか皆さんにお見せしてみたいなと思っています。はい、ということで秋冬のインティーの上にこちらニットを重ねてみましたが、いかがでしょうか。まあ、僕の動画の中でもこのようなニットってよく出てくるかなと思うんですね。秋冬のトップスの中で最も優先順位が高いのがニットだと思っているんですが、僕はこのニットと秋冬用のインティーって最も相性がいいなと思ってるんですね。これなぜかというと、今インティーの上に直接ですねこのニットを着てるわけなんですが、以前の僕はですねニットを着る際には白の丸首の T シャツを内側に着ることが多かったんですね。そして襟元から少し白 T を覗かせていたんですが、これがですね意外とこう動いてるとですね、曲がったりだとか白 T の見えるバランスが崩れたりだとか、結構ですね調整が必要だったりするんですね。ですので最近はですね割と首元をすっきりと見せる着こなしもトレンド的になっているという流れもあるので、僕は白 T を着るのではなくてインティーを着て首元をすっきりと見せるようにしてるんですね。そうすることで首が長くですねスタイルをよく見せることもできますし、なかなかバランスのいい見た目が実現できるので、この組み合わせはかなりですね秋冬には最適かなと思っています。まあ、今インティー中に着てるんですけども、全くですね存在感がないと思うんですね。ここがすごいポイントで、特に襟元ですね、今着てるニットもですね襟元のフィット感で言うとピタッとくるというよりは少しゆとりのあるような設計になってるんですね。そうすると通常のインナーだと必ずですねこの端から見えてしまうんですが、今インティーのですね襟元の先端部分ってここなんですね。なのでまだまだ余裕があります。全然見える気配がないので、このあたりはすごく安心感がありますね。最近ニットでも割とですね首元が緩いものもあったりするので、そんな時にこそこのインティーの長袖バージョンめちゃくちゃ活用できるので、まあ、ぜひ皆さんこの組み合わせも試していただきたいなと思っています。ちなみにこちらのようにロンティーも同じですね。襟元から全く見えないですし、ロンティーの方がニットと比べると生地が薄いのでより透けやすいんですけども、インティー自体の色をベージュにすることでほとんど透けることがないので、このあたりも安心できるポイントかなと思うので、まあ、ぜひロンティーとも合わせていただきたいなと思っています。続いて秋冬のインティーの上にですね長袖のシャツを着てみました。この着こなしの時にも結構ですねインティーの長袖バージョンが効いてくるんですね。僕は結構ですね秋冬になるとシャツをですね第一ボタンまで締めて小綺麗に着ることが多いんですが、その時にも僕はこれまで白 T を内側に着ることが多かったんですね。それはそれでいいんですが、やはり首元から少しだけ白 T が覗いたりすることがあって、これがあんまりバランスよくないなと思っていたんですね。その白 T をこのようなインティーに変えることで襟がしっかりと開いているので、まずですねこの隙間から T シャツが見えることがないんですね。そのあたりの安心感もありますし、普通の白 T とか襟が詰まってるものをですねシャツの上に重ねて第一ボタンまで締めると生地が厚いので首が苦しいんですよ。だけどインティーは首元がすっきりとしているので生地がこの首元で重なることがないんですね。なので快適さも保てるので、そういった点でも長
袖のインティーの上にシャツ着るだけで十分にですね重ね着が完成するというのがかなりありがたい点かなと思います。秋冬に着るトップスとしては主にですねニット、そしてロンティー、さらにはシャツ、このあたりが代表的な3種類になってくるかなと思うんですが、それらすべてにインティーがですね対応できるのですごい万能なアイテムかなと思います。ぜひ皆さんもですねシャツを小綺麗に着る時のインナーとしてもですねこのような長袖バージョンのインティーご活用いただければなと思っています。いやいかがでしたでしょうか。皆さん今回の動画では秋冬の大人の最強インナーはこれに決定というテーマでグンゼさんの新作となるインティーの長袖バージョンを皆さんにですねご紹介させていただきました。まあ、実際に僕自身も着てみて使い勝手がめちゃくちゃいいなと実感しました。インティーの最大の特徴である襟元ですね、ここがしっかりとボートネック状になっていて上にロンティーだとかニットだとかシャツを重ねても全く目立たないというところですね。それに加えて 8.5 分袖になることでしっかりと暖かさを担保しつつ長すぎないのでもたつかないし、しかも肌触りが良くて着やすい、このあたりをしっかりと抑えてくれているのでまさに最強のインナーなんじゃないのかなと思っています。ちなみに今回ご紹介したのは 8.5 分袖なんですが、こちらのような3分袖バージョンもありまして、こちらもなかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。例えば秋の季節だとか春の季節だったら長袖ではなくて3分袖ぐらいでも十分ですね快適さを保てるかなと思うので、季節ごとにインティーの袖の長さを変えていくというのもなかなかいいんじゃないのかなと思いました。でこのような秋冬のインナー T シャツだと汗を吸って発熱するような素材のものもありますが、外で過ごすことが多い時にはすごく便利なので僕自身も愛用してるんですけども、普段の生活の中では結構冬場でも車だとか電車に乗って移動もすることも多いですし、なんだかんだで室内で過ごすことも多いので、そうなるとむしろ機能性がたっぷりなものよりもシンプルなインティーの長袖バージョンぐらいの方が、まあ、使い勝手もいいのかなと個人的には感じています。そのあたりはシチュエーションに応じて使い分けるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね秋冬バージョンのインティーですね、その使い勝手の良さをですね体感していただければなと思います。こちら動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひそちらの方からチェックしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。